1952年中山大将家大竹作を飛び越する勝代勝代は日本の競争馬である。1952年春の中山大将外に優勝、また障害競争で初出走以来19戦連続連帯を果たした。1950年12月の中山で初出走。この競争では9着に敗れ2戦目も14着と惨敗したが、 1951年3月に5戦目で初勝利。その後も一勝を挙げたが、目立った成績を残すことはなく4歳秋にして、早々に、障害入りした。障害での初戦、9月の東京2100メートルのサラ系障害未出走未勝利では、ヤシマライトの前に3、4場審査の2着に敗れたが、2戦目から、翌1952年3月まで9連勝を、 達成。この連勝は、中山2850メートルのサラ系障害で、菊池のレコードかけでストップしたが、その後もに連勝を挙げた。5月31日の中山の障害戦で、トーンライトの2着となり、翌週に行われる中山大障害に向かった。中山大障害は呼ばばながらも午後からの雨が、降りしきる中、6頭立てで行われた。勝代が一番人気支持され、 トーンライトが2番人気、菊池3番人気でスタートした。まず、菊池が逃げ、続いて、ときつりゆう、トーンライト、幸光、八島リ、ヤシマホの順。勝代は最初の半路を越えて、八島マホマを抜いたが、その後は馬順入れ替わらずにレースが進んだ。 レースが動いたのは2周目の交渉面で、勝代が、幸光時釣り U を抜いて3位に浮上。トーンライトが、最終障害でつまずくと交わして2番手となり、直線では逃げ粘る、菊池を、外から強襲。坂上で競り落として優勝した。4馬審査の2着に、菊池、さらに3馬審半離れて、トーンライトが入り、この2頭に雪辱を果たした格好となった。 大障害に勝ったことで、重負担となりながらも連勝を続けたが、翌1953年に入ると一気に成績が下降し、同年12月23日をもって、中央競馬の登録を抹消し、地方競馬に転籍した。12入選のヤシマホマは、内車高及び外車高でいずれも、勝代の進路を妨害したため失格。ありがとうございます。